いやだからこれがガーシーに当てはまって、ガーシーも今じゃ信じられないって人多いでしょうけど、どんどん変わっていくのかもしれないですね。そまあ別に信じろっていうやつほど危ないでしょ。危ないですね、はい、うん、信じなさいっていう人と疑わなきゃいけない。ただ今回からの行動っていうか、その世界でそのタイの首相とかと会ったり、いろいろこれからの行動によってガーシーを信じるっていう人は多くなりますよね。いやもちろんそうでしょ。ガーシーを信じるっていうか、これ皆さんね、ガーシーなんか期待するよりも、僕はあんまりその別にガーシーそこまで期待しなくていいと思ってるんですよ。そうなんですか。だって YouTuber 当選するじゃないですか、これ。別にガーシー一人の話じゃないんだって、これ。これ分かる人はすぐ分かるんですよ。ドバイにて当選した、帰国してない。ここが一番の衝撃なんですよ。いや、その通りなんですよ。そんなのガーシーよりもたくさんお客さん持ってるというか、視聴者いる YouTuber いっぱいいるじゃないですか。いますね、はい。その人たちに移行するきっかけになるでしょ。あ、なるほどですね。その先駆けってことでガーシーまずここから。そうですよ。だからガーシーが国会に行かなければ、はい、YouTuber も、あ、選挙もしなくていい、国会に行かなくていい、でも国会議員になれるってことを知ればいっぱい来るんですよ。いや、これ本当の話だと思いますね。これでしょ。これを狙ってるんですよ。ああ、はじめ社長とか、ヒカキンとかだって、ヒカルっていう、ああいう有名なトップ YouTuber だと。なんかヒカル君はもうそうやって説得してるじゃないですか、すでに。ガーシーの応援に来てくれたじゃないですか。あ、そうですよね。そう。あ、だからもちろんヒカキンや、はい、ヒカキンや、その、はじめ社長は、はい、多分そういうことはせんでしょうけどね。そうですね、なんか。スポンサーがいっぱいあるから。ああ、そういうのもあるんですか。ヒカル君は別にスポンサーないから、それをヒカル君の政治、政界進出を妨げるスポンサーがないから、はい、ヒカル君はそこ行けば、一気にもうヒカル君、あの、ヒカキン抜いていくトップ YouTuber になりますよ。そんな一気ですよ。おお、それ言ってますね、1000万。そうですよ。だからヒカル君なんかすぐ分かってるんですよ。DJ 社長とかもみんな分かってるんですよ。あ、そういうことなんですか。DJ 社長だって行けばいいじゃないですか。いえいえ、だから DJ 社長も今度会う予定ですよ。仲いいんですか、僕。あ、仲いいんですか。そうですよ。うん、別に。彼のコンサートも行きましたから。ああ、そうなんですね、うん。それこそ DJ 社長も、あの、外国で活用。だから別に外国にいたまま日本の国家議員になれるわけでしょ。一番そういう意味では、はい、DJ 社長がそこに興味を示してるわけです。だからわざわざ、今回、実の高橋さんに、はい、曲まで、楽曲まで作ってプレゼントしてくれてます。いやー、これ皆さん、絶対選挙選挙って言って、あの、30秒ぐらいの。歌作ってくれてるんですよ、すでに。あ、そうなんですか。そう、高橋さんに。あ、だからコラボしてたんですね。なんか見ました、ね。まあ、もうその前からの仲なんですけど、はい。だからもうね、外国にいたまま国会議員になるっていうことについて、ガーシーが飾らなきゃなので、はい。もう国会議員は、これね、もう本当に潰されていくんですよ。